こんにちは、クリエイターズジャパンの浩平です。今回はビジネス動画に使えるプロフィール欄の作成について解説していきたいと思います。ビジネス動画やポートフォリオでよく使われるプロフィール欄ですが、プレミアプロで簡単におしゃれに作ることができるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。順番に一つずつ工程を解説していきたいと思います。まずは長方形ツールを選択して、プログラム画面内で長方形を一つ作ります。長方形を作った後でも、この長方形のサイズや形は変更することができるので、とりあえず一旦この形で作っていきます。そしてエッセンシャルグラフィックスパネルから、このアピアランスのところのこの境界線ですね、この境界線にチェックを入れると、この白い長方形に枠を入れることができます。この境界線の色はお好みで構いません。自分の好きな色やビジネス動画に合った色で OK です。今回はこのような青のラインを使っていきたいと思います。そして今この長方形がこのように四隅が直角の長方形になっているんですけれども、このままで良ければこれでいいんですけれども、少し丸みを加えたければ、エッセンシャルグラフィックスのこの整列と変形の下にあるこの角丸の半径というものがあります。この数字を変えることによって、このように長方形の角を丸くすることができます。じゃあ今回はこの数字を20に設定して、角が少しだけ丸くなったような感じの長方形でやっていきたいと思います。では次に名前の入るところを作っていきたいんですけれども、エッセンシャルグラフィックスのこのシェイプ01を右クリックして複製をクリックします。そうするとシェイプ01が2つになりました。次にやる工程はこの2つのうちの上の方を使っていきます。では分かりやすいようにこのシェイプ01の名前を変更しておきましょう。ではシェイプ01から名前と変えておきましょう。そしてこの名前のところを変えていくんですけれども、まずこのアピアランスの塗りを白から同じこの青色に変えていきます。はい、このように今青く塗りつぶされました。そしてこの境界線のチェックは外しておきます。ではこの状態から名前の項目が選択されている状態で、この長方形の周りにあるこの青いラインですね、このラインを上にグッと上げていきます。そうすると名前を打ち込むこのような枠ができました。このあたりの太さもお好みで大丈夫ですけれども、あんまり太すぎてもなんで、まあ、今回はこのぐらいの太さでやっていきたいと思います。下に今このように角丸もコピーされているんですけども、ここの角丸は一旦ゼロで直角に戻しておきます。そうすると中だけこのようなシャープな形にすることができます。では次に今作ったこの青色の枠のところに名前とアイコンを入れていきたいと思います。ではアイコンとなる画像をシーケンスパネルの中に入れます。では今回はジャパニアの画像を使っていきたいと思います。では次にこのジャパニアの画像の形を変えていきたいんですけども、エフェクトパネルからクロップを検索します。そしてこのクロップのエフェクトをジャパニアのこのクリップに入れます。そして次にエフェクトコントロールパネルのこのクロップからこの楕円形マスクの作成、こちらをクリックします。そしてこのマスクをジャパニアに合わせてサイズを調整していきます。綺麗な丸を作る際はシフトキーを押しながらこのようにドラッグしていくと、綺麗な丸のサイズを保ったままサイズを変えることができます。ではマスクのサイズと位置も決まりました。次にこのマスクの境界のぼかしというものがあるんですけども、この数字が今10になっているんですけども、この数字を0に変更します。そして次にこの反転というチェック項目があるんですけども、これにチェックを入れます。そして次にクロップのパーセンテージをいじっていくんですけども、これはどこでも構いませんので、どこか一つの数字を0から100に持っていきます。そうすることによってこのようにジャパニアの画像を丸く切り抜くことができます。では次にこのアイコンに先ほどと同じようなこの青色の枠を入れていきたいと思います。エフェクトコントロールパネルから塗りつぶしと検索します。そしてこの塗りつぶしのエフェクトをもう一度ジャパニアのアイコンのこのクリップに入れます。そして次にエフェクトコントロールパネルからこの塗りつぶしの項目を探して、まずこの塗りセレクター、こちらが今カラー&アルファになっているんですけれども、こちらを不透明度に変更します。そして次にこのストロークというものがアンチエイリアスに今なっていますが、これをストロークに変更します。そうすると先ほどまで赤く塗りつぶされていましたけれども、このように赤い枠ができました。あとはこのカラーの色を赤から指定する色に変更します。そしてこのストロークの幅、この数字を大きくすることによって、このように枠の大きさを変えることができます。ここまで設定ができたら、モーションのこのスケールと位置の数字を変えて、ジャパニアをプロフィール欄の方に移動していきます。ではジャパニアの位置はここで配置していきたいと思います。先ほど作った塗りつぶしのこのストロークの幅が細いなと思ったら、この場所に移動してから幅の数字をもうちょっと変更してもいいかなと思います。では次にこの青いスペースに名前を打っていきたいと思います。
横書き文字ツールをクリックして、シーケンスパネルのこの2つ目のクリップを選択した状態で、このジャパネの横でクリックを入れます。そしてここで名前を打っていきます。ではここまででプロフィール欄のこのフレームとアイコン、名前、ここまで作成したら、いよいよこの中にプロフィールを入れていきたいと思います。シーケンスパネルでクリップがこのように何も選択されていない状態で、この白い枠の中でクリックを入れます。そしてこの中にプロフィールを打っていきたいと思います。はい、ではプロフィール欄の打ち込みも完了しました。今回は後ほど解説するアニメーションの都合上で、このようにプロフィールの文章をそれぞれのクリップで打ち分けました。なぜこのようにしたかは後ほどのアニメーション作成で解説していきたいと思います。では次に先ほど打ったこのプロフィール文章にアニメーションをつけていきたいと思います。ではタイムバーをこの30フレーム目の場所に合わせていきます。そしてエフェクトコントロールパネルから、この不透明度の下にある4点の長方形マスクの作成、こちらをクリックします。そうするとこのような四角いマスクが出てきました。ではこのマスクをテロップのサイズに合わせていきます。はい、このようにマスクをきれいにテロップのサイズに合わせることができました。そしてマスクの境界のぼかしは先ほどの設定と同じように0に設定します。ではマスクを作ったら、このマスクを一度右クリックを押してコピーを押します。そしてもう一つのテロップですね、こちらを選択した状態で、先ほどの不透明度を右クリックのペースト、こちらを押すと先ほど作ったマスクをコピーすることができます。あとはこのマスクを少し下にこのようにずらしていくと、もうサイズ調整の手間を省いて2つ目のマスクをこのように合わせることができます。ではこのようにマスクを作ったら、エフェクトコントロールパネルの上に戻って、このベクトルモーションの位置、こちらのアニメーションにスイッチを入れます。はい、では1つ目のキーフレームが打たれました。では次にこのタイムバーを左に持っていって、このクリップの先頭に持っていきます。そしてタイムバーが先頭に来たら、ベクトルモーションの位置のこの縦軸の数字ですね、この数字を動かして、これでテロップを下に移動してマスクの外に持っていきます。これで先ほどのプロフィールの文章が30フレームで下から上にこのように出てくるようなアニメーションを作ることができました。次にこのキーフレームにベジェ曲線を作って、アニメーションに緩急をつけていきたいと思います。この1位の左側にあるこの三角のボッチをクリックします。そしてキーをクリックすると、下に青いハンドルが出てきます。このハンドルをドラッグで左にこのようにビーッと伸ばしていきます。そうすると左側に一つ山ができて、右に行くにつれてこのように滑らかに下っていくベジ曲線ができました。これによってテロップが最初は速く、次第にゆっくりと出るような、このようなアニメーションを作ることができます。では一つ目のアニメーションができたら、このベクトルモーションを右クリックして、こちらコピーをクリックします。そしてもう片方のまだアニメーションを作っていないこのクリップをクリックして、同じようにベクトルモーションで右クリックのペースト、こちらをクリックします。そうすると先ほど作ったキーフレームとベジェ曲線がそのまま2つ目のクリップにペーストされました。ではこの状態で一度動画を再生してみたいと思います。はい、このようにおしゃれなプロフィール欄のアニメーション作成ができました。先ほどこのプロフィールの文章を2つのクリップに分けたんですけども、2つに分けることによって1つずつアニメーションを独立した状態で動かすことができるんで、1つずつアニメーションをつけたい際はこのようにクリップを分けてあげると、今お見せしたようなアニメーションを作ることができます。逆にアニメーションをひとまとめにしたい場合は、2つあったクリップの文章をこのように1つにまとめることによって同じアニメーションをつけてあげると、このようにプロフィール文章をいっぺんに動かすこともできます。このあたりもまたお好みで、クリップを一つにまとめるか、一つずつに分けてアニメーションを作るか、使い分けていただけたらなと思います。いかがでしたでしょうか？今回はビジネス動画に使えるプロフィール欄の作成について解説しました。これからビジネス動画やポートフォリオを作る際のプロフィール欄にぜひ活用してみてください。また動画編集を始めたい方や、アフターエフェクトなどに興味のある方は、クリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと、6日間無料の講座をお届けしているので、ぜひそちらも受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。